はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら MacBook Air、 またかーいみたいな感じですが、 MacBook Air の2011年度版、そして13インチですね。今回初めてこちらの方を購入の方をいたしました。だいぶ Mac に慣れてきたんでね、こちらの方もサクッといければいいなとは思うんですが、どうだろうかと。もう情報がね、あまりにも分かってないという状況です。ジャンク品として購入したんですが、落札価格は9500円、消費税も入ったので1450円という形で落札しております。 AC アダプターがない、そして OS が入ってないという状況なんですが、 SSD が抜かれてる可能性があると。これがね、分かんないですね。書いてないんですよ。書けようと思うんですが、その分安かったのかもしれませんね。まあ、一応は通電確認してみて、2011年版っていうことなので、ハイシエラですかね、 OS、 こちらのインストール作業の途中で SSD があるかどうかっていうのははっきりするかなというふうに思いますね。じゃあ早速通電確認してみたいなと思います。今回 AC アダプターないっていうことですね。こちら Amazon で、まあ、正規品ではないんですが、サードパーティー製の MacBook Air用の電源、こちらの方も購入してます。動くんかどうかわからないですが、ちょっと試してみようと思います。ちょっとやってみますね。めちゃくちゃ四角いなまあでも形はね、一緒ですね。はい、それじゃあね、ちょっと電源ちょっと入れてみようかなと思います。電源スイッチオン。はい、というのでですね、フォルダにハテナのマーク、この状態っていうのはおそらく OS がないよという状況じゃないかなと思うんで、 SSD 入ってるんじゃないかな、わかんないなっていう状況ですね。この辺詳しくないので、この状態で SSD 入ってる入ってないというのがもしかしたらわかるのかもしれないんですが、現状ではわからんという状況ですね。まあこの状態はある程度知っていたので、こちらですね、以前作成した 10.13 の OS が入っている USB ですね。こちらハイシエラです。こちらの方で起動できるかどうかちょっと確認をしていきたいなと思いますね。はい、というのでね、起動に結構時間かかりましたね。10分ぐらいかかったんじゃないの、おっせーな畜生みたいな感じなんですが、一応こちらディスクユーティリティで見てみると、なんと 256GB の SSD がすでに搭載されてますよという状況ですね。これはラッキーだよっしゃよいしょーということで、こちらにインストールするだけですね。じゃあちょっとこちらにインストールできるかどうかちょっとやってみたいなと思います。はい、ということでですね、 MacBook Air、 こちらの方の MacOS のインストール、そして設定の方が無事に完了してきました。よっしゃーよっしゃーっていうのでですね、だいぶ慣れてきたんでね、 SSD が搭載されてたっていうことだけでですね、非常にありがたいと。はい、というので、まあ実際ね、これ設定の方しましたが、どんなもんかっていうのをまずはちょっと見ていきたいなと思いますね。はい、というので、こちらの方ですね、 MacOS ハイシエラバージョン 10.13.6 という状況で、まあこちらのね、2011年度版に入れれる最大の OS という状況になっています。プロセッサーは Core i5 の 1.7GHz、まあ、ちょっとどんな型番か気になりますね。メモリの方が 4GB、はい、そしてグラフィックスが Intel HD グラフィックスの3000という状況ですね。まあ、今までの経験上、 Intel HD グラフィックス3000、まあ、大したことないんですけども、ウェブを見たりとかね、動画の閲覧、そういったところには特に問題なさそうです。オフィス系使う分にも問題なさそうな予感ですね。はい、というのでですね、一応こちらシネベンチの R23、 こちらインストールしてますので、どんなもんかちょっと確認したいですね。ちょっとやってみます。いくぞ、シネベンチ R23 カモン。ありゃ、エラーが出るぞ。
どうやらシネベンチ R23 は動かないようです。もう前もなんか動かなかったことありますよね。というのでちょっと動かすことができませんでしたね。こちらに今度はギークベンチ5ですね。こちらの方も上げてます。あ、これ普通に立ち上がりそうですね。はい、というのでギークベンチ5はね問題なく動きそうです。ちょっと測ってみようかなと思いますね。いくぞ CPU ランジャー。はい、ということでですねギークベンチ5無事に計測し終わることができました。一番最初のこの画面のところにですね詳しい情報が出てますね。プロセッサーの方がインテルコア i5 の 2557M1.7GHz という状況になっているようです。はい、ということで結果の方なんですがこちらですね。 Geekbench 5スコアということでシングルコアスコアの方が517、そしてマルチコアスコアの方で1032という数値が出てきております。はい、というので比べてみますとこういう状況ですね。まあやっぱりね MacBook Air 2011こちらが11インチの方なんですがこちらと数値があまり変わらない、若干ね数値が良い状況にはなってるのかなと思いますね。まあ使ってみて2011年版もオフィス使う分とかね全く問題ありませんでしたのでビジネス用に使うとかね、まあ、重たいことするのは少し辛いかもしれませんが、まあ、一般的な用途では特に問題なく使える数値なんじゃないかなというふうに想像できます。はい、というので一応結果はこのようになりました。はい、そしてあともう一つ Geekbench 5の OpenCL なんですがこちら走らせることができませんでしたね。まあ以前も Intel HD グラフィックス3000これ測ることができませんでしたのでまあまあねちょっと数値がなかなか取れないなという状況です。はい、というのでねいろいろ見てきましたが、まあ、結果ねこちら仕事場にまで持ってきて、やってますがこちら PC ですね実は仕事場の、まあ、同僚というか先生が欲しいというふうに言っていたのでそれでまあちょっとうまいこといけば譲りますよみたいな話をしてちょっと始まったというところがありますんでねオフィスが入ってないとちょっと使いづらいと思うのでその辺だけ入れて使えるようにしてお渡ししたいなというふうに思ってます。まあ、今後もね Mac 落札価格が高めなのが気になりますが、まあ、実際に転売するってなっても、まあ、ちょっとは高く売れるという状況にもありますんでね、まあ、今後もいろいろちょっとチャレンジしていきたいなというふうに思います。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。